あこちらはどちらのブースでしょうか。はい、こちらが国土交通省さんの山陰西部国道事務所さんのブースでございます、うん、なるほど。今日はどんなことをやってらっしゃるんですか。はい、こちらではVR ゴーグルを使ってトンネルの工事現場だったり、はい、うん、橋の橋梁のリムシムを使ったモデルを使って360度確認してもらうようなブースを作ってたり、こちらに 3D プリンターというものを動いてますので、それを設置して見てもらっております。なるほど。普段は、まあ、一般の私たちは見ることができない工事現場のその場所の様子をリアルに見ることができるっていうイメージですかね。なるほど。他にもいろいろありそうですが、あとは何がありますか。あとは塗り絵とかペーパークラフト、はい、あと今山陰道の各事業どこまで進んでるかっていう事業マップを各所で設置しております、うん、なるほど。お子さんもねたくさんいらっしゃいますが、皆さんどうですか様子は。あ、そうですね、すごく楽しんで、うん、はい、みんな色塗ったりとか、はいはい、やってくれてます。